はい、お気持ちです。二階氏に関してお聞きします。まあ、午前中の会見で 不出馬を表明したことについて、まあ、政府としてコメントは控えたいとご自身の判断だということでしたが、まあ、あの世論調査見てもですね、自民党の説明責任十分尽くされてないという声が大半です。まあ、二階さんはご存知のように3526万円という、まあ、議員の中でも最大の記載額だった。秘書が起訴された、そして強制捜査を受けた二階派の、派閥の長だったという、まあ、重い責任があったと思います。政倫氏に関しても十分説明責任を果たすべきではないかと思われますが、先ほどの会見でですね、まあ、本人が答えず、そばにいた林議員によっていちいち政倫氏でなくてもということで、まあ、政倫氏に対しても非常に非積極的な回答でございました。でかつ、お聞きされていると思いますが、最後ですね、年齢の制限ということが影響しているのかという質問、記者の質問に対して、お前もその年来るんだよと、バカ野郎という、まあ、二階幹事長としてですね、二階元幹事長がこういった発言も出されております。まあ、この発言についての受け止め、それからやはり政倫審とした政倫審などの場で説明責任を果たした上で、まあ、議員あの 不出馬ということをやっていくべきじゃないかと思いますが、その点に関して政府としての見解をお願いいたします。はい、個々の議員の会見のあり方、また発言等について政府としてコメントすることは控えたいと思います。まあ、その上で岸田総理は自民党総裁として今後ともあらゆる機会を捉えて国民の信頼回復に向けて関係者には説明責任を果たしてもらわなければならないと、こういうふうに述べられているものと承知をしております。はい、はい、感じで、まあ、そうしますと今のバカ野郎ということについてはコメントはしないけれども、説明責任は、まあ、二階氏だけでなく他の疑惑のある議員たちは一人一人しっかり答えるべきだと、そういうお考えだということでいいですか。あの先ほど申し上げましたように、この会見のあり方、発言等については政府としてコメントすることは控えたいというふうに思います。そして岸田総理が自民党総裁として先ほど申し上げましたように、関係者には説明責任を果たしてもらわなければならない、こういうふうに述べられているというふうに承知をしております。はい、はい、とても重要です。ドジャースの、大谷翔平選手の、まあ、通訳だった水原一平さんがですね、スポーツ賭博、まあ、かつこれが違法なスポーツ賭博をかけていたということで、まあ、あのアメリカで今、騒ぎになっています。6億8000万の負債に関して大谷さんが肩代わりにしてもらったんじゃないかという疑惑も出ていて、明日大谷選手が説明をするという記者会見をするという予定だということですが、このお話の受け止めとですね、それからアメリカではですね、2018年以降スポーツ賭博ということが合法的なものが解禁され、まあ、全土のうち38州で今、まあ、スポーツ賭博というのが、まあ、合法化されていると。で確かただその影響で900万人ものいわゆるスポーツ賭博依存症といった水原さんのような方たちが出ていると、大きな、まあ、社会問題として言われております。で日本でもこれを受けて経産省は2021年にスポーツクラブ産業についての提言の中で、まあ、スポーツ賭博、まあ、これ一部 の税収を各、まあ、州に戻すということで、まあ、税収財源の一つとしてスポーツクラブ産業の提言の中にも触れられているようですが、まあ、今回のこのような、まあ、アメリカでの事件というかこの疑惑を受けまして、まあ、日本としてはこのスポーツ賭博というものに対して、まあ、今後どういうふうに向き合っていく、というお考えか、まあ、話せるところでまででいいのでお願いいたします。はい、一連の報道は承知をしておりますけれども、まあ、政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。そしてこのギャンブル依存症ということでございましたが、一般論として申し上げますと、ギャンブル依存症は依存症であるものやその家族の日常生活、社会生活に支障を生じさせるものでありまして、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等のですね、まあ、重大な社会問題を生じさせていると認識をしております。このため政府においてはギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づきまして関係省庁が連携をしまして相談機関、専門医療機関の整備等の取り組みを進めておるところでございます。詳細は内閣官房のギャンブル等依存症対策推進本部事務局にお尋ねをいただければというふうに思います。また講談 のスポーツ賭博に関するお尋ねにつきましては経済産業省にお尋ねをいただければというふうに思います。はい、はい、東京も重要です。
でこちらのスポーツ賭博と関連して、今大阪でですね、万博ということが予定されてますが、その後に、一番こちらが狙いではないかと言われている IR、カジノ誘致ということが言われています。で同じようにやはりこちらのカジノでも依存症によって、家族が離散するのではないかなどの懸念が、たくさん出ております。実際横浜市ではこういった依存症への懸念から、最終的には市長選で選ばれた山中市長が、このカジノからの、IR 誘致からの撤退ということを表明いたしました。今回この、賭博のアメリカでの事案を受けまして、改めて、これから大阪でやろうとしている IR、カジノによる依存症、多くの被害者が出るのではないかという懸念の声が出てますが、この点についてはいかがでしょうか。はい、ギャンブル依存につきましては、先ほど申し上げた通りで、ございます。このギャンブル等依存症対策、これは内閣府におきましては自見大臣が担当されておるところでございますので、詳細は内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局にお尋ねをいただければというふうに思います。はい、はい、お気持ちです。能登関係でお聞きします。これ北陸地震新聞の記事でございますが、消防庁の発表でですね、1月1日の発災当日、11府県の援助隊、消防隊ですね、2000人が出動しましたが、滋賀県など4府県が珠洲市を目指しました。しかし、1日には現地入りができず、2日になって空路から20人、陸路からわずか10人がたどり着き、2つの県を加えた計1000人が揃ったのが、2日が経過した、3日夜ということでした。で記事を読んでますと、静岡市の消防局の救助隊は東京消防庁のヘリで、珠洲市入りをしておりますが、重量制限があり、持ち込めた資機材はノコギリやパールなどの数十キロ、わずか数十キロのみでした。で2日は2人、3日は4人の遺体を確認したが、生存者の救出には至らなかったということで、取材に対してこの消防局の隊長の方が非常に悔しかったと。もっと機材を持っていければ多くの人が助かったのではないかと振り返っています。でですね、やはりこの消防隊の数だけでは、非常に不十分な、当日、1日2日の支援が機材が数十キロしか運べなかったということです。で改めて自衛隊、ヘリ、部隊、どのくらいじゃあこの1日2日に入ることができたのか。で結果として、前々から何度も聞いておりますけれど、自衛隊の空挺団含むヘリでの、物資の輸送、救助のための資機材の搬入というのが非常に遅れてしまったのではないかと。習志野の空挺団はその後に、自衛隊こと始めという、式典で訓練までしておりました。ということで、やはりこの1日2日の自衛隊、特にヘリ部隊の投入というところに問題がなかったのかというところを改めてお聞きしたいんですが、3ヶ月が経ちました。ある程度、自衛隊の方たちも今どういうことがこの日起きて、何ができて何ができなかったのかというところ、発表できる範囲内でいいので教えていただけますか。はい、この自衛隊の初動の対応でございますが、自衛隊は発災後、直ちに航空機を発進させまして、被害状況を把握するとともに、輪島市に所在する部隊は、発災後1時間で被災者約1000人を基地内に保護し、倒壊家屋が途絶した、倒壊家屋から生存者の救助を行いました。また、道路が途絶した輪島市、珠洲市方面では、発災直後からヘリによる患者の輸送や、物資、救援物資の輸送、孤立住民の救助等も実施するとともに、2日から3日未明にかけまして、建設業者とも連携をして、輪島市内に通じる県道1号の土砂や落石を不眠不休で除去し、救助部隊を送り込むルートを開通させるなど、救援活動を可能な限り迅速に行われたものであると承知をしております。いろんな地理的な制約の中で全力で災害対応に取り組んできたところで、ございます。でこの自衛隊は発災当初から空中機動力を積極的に活用してきたと承知をしております。さまざまな機関が多数のヘリを運用する中で、安全確保等も考慮しつつ UH-1、CH-47、UH-60、SH-60 といった陸海空各自衛隊のヘリを最大限投入をしております。
そして発災初期の段階から被災地の映像の伝送など被害状況の把握、患者の緊急輸送や DMAT の医師看護師の輸送、そして 警察消防のレスキュー要員、災害救助犬の輸送、インフラ復旧のためのテックフォース、通信事業者や気象庁職員の輸送、救援物資や放送事業継続に必要な燃料の輸送など、さまざまな航空オペレーションを実施してきたと、承知をしております。このように政府としては自衛隊を含めて、持てる力を最大限発揮しまして、今般の震災に対応してきたところでございまして、引き続き被災者の皆様に寄り添った支援、これを全力で実施してまいりたいと考えております。この後の日程がありますので、最後論点1も簡潔にお願いします。はい、すみません、関連でじゃあ取り持ちです、はい。今のお話ですと、これまで自衛隊の活躍としてアピールしてきたものと変わりませんので、2ヶ月以上が経った中で、ライフラインの復旧など、珠洲市なんかはまず断水状況が続いています。問題だった点というのが今自衛隊のいわゆる振り返りの中で出てきていないのか、何が実はもっとこういうことができたんじゃないかという意見が出てしかるべきだと思いますが、そういうのがないのかどうかお聞かせください。そしてもう一個、今朝方の午前中、在日米軍の司令機能強化と、読売新聞さんの報道に関して、特に何も具体的に決まっているものはないとおっしゃっておりますが、これは先日こちらも読売が報じてますが、アメリカ向けに、弾薬などの装備部品をですね、増産するという、これも来月の首脳会談で連携強化のために検討しているという報道が出ました。武器をアメリカのために増産し、かつ、有事の際の司令機能というのは、今日の読売さんの報道を読みますとはっきりは分かりませんが、より在日米軍に強い指揮権限を持たせると、そういう中で自衛隊が動いていくという、そういう位置づけなのじゃないかという気がするんですが、この武器増産ということと、今回の在日米軍の司令機能を強化させる、より強く米軍の指揮下のもとに自衛隊を置いていくという、そういう理解でよろしいんでしょうか。はい、まず地震の教訓ということでございますが、震災の教訓については、今後の新たな震災対応に生かすために、しっかりと継承していく必要があると認識をしております。他方で被災地においては、復旧の過程でございましにあるわけでございまして、国としてもその支援を行っている段階であるため、具体的にいつからどのような形で今回の地震の教訓をまとめるのかなど、今決まっているものはないということでございます。また後段のご質問でございますが、この日米首脳会談における議論の内容等についてはですね、決まっておらず、余談を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思います。終了いたします。ありがとうございました。